こんにちは。こんにちは。井上です。金子です。最近お客さんで骨盤が歪んでるお悩みをよく聞くじゃないですか。はい。でも、女性の骨盤が歪んでるお悩みって、実は骨盤だけじゃないんだっていうのを、いろんな方の話を聞いてて気づいたんですよ。尿漏れとか、子宮の疾患とか、そう、女性的なお悩みをすごい実は抱えてらっしゃるんだなと思って。で、僕調べたんですよ。そしたら、40代以降、2人に1人は尿漏れとかで悩んでるんですって。で、妊娠、出産、更年期、この3つで骨盤底筋ってすっごい弱くなっちゃうんですって。なるほど。だから骨盤底筋が弱くなって骨盤が歪んでしまう。そして女性のそういう疾患みたいのが出る方が非常に多くて、そうやって恥ずかしくてあんま言えないんだ、うん、でもまあ実はっていうことで結構悩みとして言ってくださって、これはもう整体師としてはどうにか解決したいじゃないですか。はい。で、整体に通えない方のために骨盤底筋をこの3つさえやれば確実に鍛えられますよっていうのを今日ご紹介したいなと思いますので、ぜひ一緒にやりましょう。まず最初に、はい、自分がどれぐらい骨盤底筋がしっかりしてるかっていうのを見たいんだけど、お尻の穴ってキュッて締める？はい。まだ締めづらいとかない？俺はちょっとなんかね、締めづらい感があった。でも今日の運動やった後はキュッて自分で締めれる感覚があったわけだから、ぜひ皆さんもやる前とやった後、お尻の穴をこう締める感覚がどれぐらい違うかっていうのを自分で感じていただきたいので、最初にちょっとやってもらって、で今日の運動に入りたいと思います。はい。仰向けで寝てこう膝立てます。はい。そうです。足と膝ガスッとこう締める。で、両手をお尻の下にキュッて入れる。はい。そうです。そのまま軽くポンポンポンってバウンドする。お、この時にちょっと お尻を締めながらやる。はい。ポンポンって、はい。それ40秒間いきます。はい。よーい、スタート。いつもさ、こういう運動ってお尻しっかり上げるじゃん。はい。じゃなくて、ほんとバウンド、ほんと軽くポン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 ってやるだけ、うん、で、これもう全部締める。お、足も膝もお尻。おー、これすごいですね。すごいよね。下半身も、なんかお腹、腹筋も使ってますね。そうなの。やっぱその運動って連続性が僕は大事だと思ってるんで、うんうん、回数が増えれば増えるほどね、筋肉はさすがに疲れる。確かに。あ、このリズム。そうなんです。うわ、いいね。だいぶ暖かくなるから。これは温まりますね。そうなんです。すごい、お尻がすごい。はい、 OK です。はい、いいね。おお。そしたら今度はね、うつ伏せになりたい。はい。こうやってうつ伏せになったら、はい、足を曲げます。そう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 。そしたら今度は腰をポン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 って、こうこうこうです。腰をこう、そうです、そうです、そう、あ、そう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 。これ40秒いきます。はい。よーい、スタート。この時はお尻締める意識。そうです。全部締める。全部締めながら。はい、全部締めながら。そう、両足離さずに。そう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 。おお。とてもいい、とても絵が面白い。絵が面白い。はい。黒い芋虫。黒い芋虫。これなかなか、なかなかきついですよ、これ。なかなかきついよ。なかなかきつい。そう、ポンポンと。おお、そう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 、そんな感じです。うわ、うわ、これ足が離れてっちゃうのはちょっと骨盤的にちょっと弱ってるんだ。そう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 、そんな感じです。よし、ポンポンと。もうちょい、ちょっと暑いでしょ。めちゃめちゃ暑いです。そうなんです。はい、 OK です。はい。おお。そしたら最後は、はい、腕立てみたいな感じで、はい、膝も離しちゃう。はい。そう、足をで内側から通して通して通して、そう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 、はい、それです。30秒いきます。はい。用意スタート。通して通して通して通す。これは人生初の動きです。そうです。これ実はその内転筋で内側にこう蹴るという動き、はい、そして股関節を外に開いて内に開いてっていう、このいろんな動きが混ざって、これは骨盤の可動めっちゃ広がりそう。そうなんです。こんな感じで。よし。もうちょいですから。はい。もうほんとこれだけです。はい。よいしょ。頑張って。はいはいはい。よいしょ。はい、 OK です。はい。うわ、お尻の穴をキュッて締める感覚、なんかこうクッて締まんない。おお、はいはいはい。そう、それだけ骨盤底筋の動きって忘れてんの。普段お尻の穴を締める感覚とかってないじゃない、はい、でも今あの運動でお尻の穴を締める感覚を思い出せて、筋肉が今呼び起こされてるんで、この状態だと骨盤も歪みづらいし、骨盤底筋もしっかり運動できるんでバッチリです。はい。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。骨盤が歪んでるって多分皆さん自分で思ってるけど、どういう風にこう歪んでんだろうっていうのはいまいちわからないと思う。やっぱりその骨盤底筋がしっかり使える状態っていうのが一番骨盤が正常な状態じゃないですか。はい。こう自分でお尻の穴がキュッと締まる感覚って、これってすごい力強く締めれてるのかが
よくわからないじゃない。確かに。でも今やっていただいてわかると思うんですけど、やっぱ運動した後の締めやすいと思うので。全然違いましたね。この状態をぜひ作っていただいて、より締めやすくなる状態を作って、骨盤を引き締めれる、そんなお体を作ってください。そして、いつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようにアピアンス TV では、いわゆる経営でいたい、いつまでも乾かしていたい、そんな方々が増えてほしいと思いで動画をお届けしてますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お伝えしたいことがあります。4月15日土曜日にアピアランスビューティー横浜店がオープンいたします。ご興味ある方はぜひ横浜店に来ていただきたいんですけど、ご興味がある方は概要欄からぜひご予約なさってください。おそらく予約が取りづらい状況になると思いますので、お早めにご予約いただければと思います。